皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。今日はですね、こちらのカロッツェリアのナビですね、これについてきたこちらのカメラですね、これ結構するんですけど、このセット、これで走っててドライブレコーダーとしてちゃんと記録してくれるんですが、それとですね、5000円で買ったこちら、今のところまだ 4K で撮れるまで行ってないんですけど、こちらのカメラで撮った映像プラスこのナビなんですけど、ここにもカメラついてるんですね。これ、このカメラ、このカメラが車内をちゃんと映してくれるんですが、このフロントだけを撮るカメラのみで撮影したのと、このカメラで車内まで2画面で映したものと、これ単体で撮った映像、その3つをですね、今日は比較検証してみたいと思います。それでは見てみましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回上げた動画は全部ですね、取っ手出しそのままです。何にも加工を加えておりません。でですね、こっちのナビの方の画像はですね、かなり暗いですね。なんだろう、設定でどうにかなるのかちょっとわかりませんが、どちらかというと5000円のカメラの方がいいのかな。そんな感じでコストパフォーマンスはすごくあっちの方が良くてですね、今後ちょっとどうするかわかりませんが、まあ多分ナビの映像よりはちゃんとカメラで撮った映像を使っていこうと現状では思ってます。それでは今回はカメラの検証動画でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。